ちゃんねむです。こんにちは、みみママです。はい、今日はドンキ1万円しかも1人1万円贅沢贅沢、はい、なんかさ、袋がさ、はい、パンパンぐらいが違うんだけど何買ったか、はい、あの別々行ったんですよ、はい、今回なのでちょっと何買ったか知らないので、そう楽しみにしててください、はい、それではスタート。じゃあ、どうする？一気に1個ずつ1個ずつに行きましょう。はい、まず一番上のじゃん。なんだそれ、カラフルスティックマシュマロ。マシュマロ、そう、マシュマロで、ちょっとこれみんなで食べようかなって、うん、ちょっと可愛くない？可愛い、食べたいって。いいよ、1個だけ食べてごらん。いただきます。だって、すごい弾力ある。せーの、うん、え、甘っ。うん、美味しい。うん、あの海外のお菓子って感じする、うん、ちょっと味、後味がなんか、うん、そうそう。お次、うお、じゃじゃーん、出ました、よっちゃん、よっちゃん丸でございます。50枚入りでございます。これみんな好きでしょ、うん、めっちゃ好き。そう、なんか一個食べたらさ、うん、止まんなくなっちゃうよねはい、これでした。はい、じゃん、韓国の出会って形、うん、あーでも結構ちゃんと口、すごい、わー、座って、あでもなんかいい感じ、うん、あいいじゃん、え横綺麗よ、横ね、うん横綺麗、めっちゃ綺麗、わーこれいいじゃん。そう、試しに、なんかピンクとかベージュとか黒とか、うん、えいいな、これ欲しい、ママ、ね、いいよね、口も楽だし、あ本当、プラスつかない、うん、つかない普通に喋ってるなら全く問題ない。ね、うん、横が 21cm、 縦が約 8cm、 めっちゃいい、いいじゃん、いいの見つけた、ね、うん、よさげ。じゃあ私は、あ、こちら、んあ、それ売ってた、イニスフリーの、え、イニスフリーの、そう、イニスフリーノーシーバムミネラルパウダー。イニスフリーの新しい、あれ、新しいんだっけ、新しいのかパッケージが変わったのかわかんないんだけど、偽物かと思ってやったんだよねそうなの、そういうこと。私イニスフリーなくなってこの間してたんですよ、うん、で欲しがってたから、でママはあるからこれミミに買ってこうと思って、はい、じゃあこちらミナミさんにプレゼントでーす。ありがとうございます。はい、じゃあルイカさんの行くんですけど、じゃーん、あの口でかぶってかぶってるやつで、ゼリー、うん、ルイカ好きそう、そう、イチゴの、はい、これを買いました、ジンドッグジェリーです。はい、はい、ではマミーですね、チャラーン、ピッ、さ、チャラーン、チーズじゃん、そうチーズが一番美味しいよ。これはネーネに買ってまいりました。好きだよね、そう、ネーネ喜ぶと思います。これはネーネので、いいよ、いいの、はい、お次、三つ一気、はい、じゃん、東京リベンジャーズの靴下なんですけど、はい、3足買いました。これは誰？ちふゆくんと谷道くんです。こちらは？みつやくんです。大好きなドラケンくんです。だそうです。はい、23から25センチ。はい。最近柄物の靴下買ってなくて。ああ、そうだね、確かに。シンプルなやつしか買ってなかった。うん、です。はい。ルイカちゃん行こうかな。はい。じゃ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 ん。ルイカさんよく、お湯に浸かりながら携帯見るんですよ。うん。はい。ということで、じゃん、こういう感じ。だから好きな大きさ、サイズとかのサイズもできる。250g までって書いてある。で、あと、ここが 14mm、1.4cm。だいたい、ケースやってたらちょっと。え、これちょっと重いんじゃないかな、あ、いける。でも、ケースつけてても大丈夫。はい。次、お次、じゃじゃん、ジョーンズフレンドミストホワイトムスク、奥アロマとかもあったんだけど、うんうんうん、つけたいからちょっと、ああ、いいよめっちゃいい匂い、ああ、いい、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い、うん、おすすめです。いいかも、香水って感じの匂いしないから、あ、確かにそれはそう、うん、だよね、うん、なんか緩い、うん、ちょっとつけたいなって、うん、自分で、うん、そういう時ふわっと香るぐらいがいいなって、うんうん、緩く、どうぞ。私は、じゃあ、てらん、はい、ケイトスリムクエイトパウダー AEX 1番、
へえ、ひでくんは何？ハイライト？うん。あ、一緒になってる。なんかこんな感じでやり方書いてある。書いてある。なんか、ちょっと手に出してみるね。でもハイライトはすごく自然にテカってる、うん、シェーディングも良さげだよ。やりすぎない感じ。鏡はここついてなかった。ついてなかったな感じでした。はい、次はじゃじゃん、何台何台串かい瞬間つるつるさら髪良さそう。ウェットヘアブラシ、濡れた髪でも絡まないって書いてある。なんかあのマット、うん、結構マット、触り心地が。はい、溶かします。あー、わかんないけど、なんかやっぱ幅が広いから、うん、1回でいいよ。いい、うん、いい感じです。これおすすめ500円500円です、ね、いいね、うん、次ちょっと私あのコスメゾーン、うん、じゃん、リアルラスティングライナー、自然な黒リキッドアイライナー。真っ黒なやつは持ってて、うん、めっちゃ黒と自然な黒があって欲しいなと思ってあ、確かにナチュラル、ナチュラルブラック、こんな感じ、色真っ黒じゃない、真っ黒じゃない。習字の時の水混ぜすぎたそうそんな感じ。はい、じゃあママが泣きました。泣きました。落ちるのか。はい、泣いたよ。そう、行くよ、うん、すごい、全然落ちてない。マジ海とか、うん、これ絶対泣いちゃう映画とか映画館行くとき、うん、これいいね。こちらおすすめです。いきます。はい、じゃん、これはパパなんですけどお、パパに、あ、パパに買ってパパが欲しいって言ったから。あ、そうなの。なんか汗をかきやすくする、はいはい、入浴剤みたいな、うん、なんかタブレット入ってるみたい、うん、タブレット、上のタブレットみたいな。なんで汗かくんだ。え、唐辛子エキスが入ってる。どういうこと？だから辛い、そう、辛いエキスが入ってる。じゃん、こちら、はい、ザセムリキッドスティックコンシーラー 2way ですね。あ、2way なの。ライトベージュ、そう、こんな感じでね、じゃん、それいい。そう、スティックになってて、これね、クマとかね、シミとかね、うん、小鼻とかにスッスッってやってやりやすいんです。かわいい。ドライヤーとかカーラー、カラー剤、カラー剤、おー、オッケー。で、耐熱みたいな、除菌、防カビ加工みたいな。なんか結構しっかりしてる。うん、黒い子。はい、これ黒にするよ。はい、いいですね。はい、はい、どうぞ。ザセムの新しいものを買いました。じゃん、何です。ザセムマルチグローチップハイライターということで、ザセムのチップ、うん、チップ型のハイライト。ハイライト、はい。え、でもね、良さげだよ。色こんな感じ。ピンク、こうやってのっけたらこんな感じ。はい、え、いいよこれ。ルイカに欲しがられそう。確かにね、あげようかな、ルイカに。じゃん、え、新しいヘアアクセルレーザーなんだけど、前髪とか、うん、部分的、うん、に使った方が伸びるって聞いたので、うん、あの全体的には使わないんですけど、ここ前髪の三角のとこだけに、うん、やろうかなって、なんか伸ばしたい時。なるほど。次、コスメは最後です。トーンアップルースパウダー、ビセリシェトーンアップルースパウダー美容おもろい違うおもろいがあっただよ。おもろい、おしろい、おもろい、おしろい面白い、本当にね、あのね、紫、ピンク、見える、うん、粉、美味しそうな色うん、本当なんか甘そう、うん、あ、かわいい、ほんのりラメ、うん、匂いもないからおすすめ、パッケージもかわいいです。次、はい、じゃーん、何を、うん、何を、マウススプレー、うん、ピュアフルーティーミントコーン、コーン、味あるのかね、え、スースーする、おう、うわ、わぁ、歯磨き粉食べてるみたい。え、うん、あ、これいい、いいよね、うん、本当に歯磨きしたみたい、うん、でもさ、これに頼っちゃうとさ、ダメよ、虫歯になっちゃうからねそう、だからまあ本当にいい、時間がない時ってそうだね。で、お口つながりでこちら、はい、じゃん、歯磨き粉見えるはい、こちら迷って、ライティ
ホワイトシトラスミット、ホワイトニング、歯を白くするやつの歯磨き粉で一番おすすめみたいな感じで見て、そう、それで前買ってたの。よかったから、うん、もう一回買ってみました。そうそうそう。お次。じゃん。え？あ、これ、私の行ってる歯医者さんでおすすめしてもらって、はい、愛用してるんですけど、うん、あのフッ素が入ってて、うん、あんまり泡立たないんだけど、うんうん、虫歯予防？そうそうそう。うん、だって、あの、大さじ1杯ぐらいでうがいをする。でちょっとフッ素残したくらいがいいらしくて、うんうん、だから虫歯予防みたいな。うん、はい、あ、私最後です。お、せーの。じゃん！アロマリッチのアクアフラワーアロマの香り。耳が一番好きっていう香り。あ、それ最近やってくれなかった。そう、それはなかったから。あ、そうなんですか。柔軟剤？そう、柔軟剤。あ、あの、私、ファンの子に、なんとこの柔軟剤使ってるのみたいな。あ、だから、推しの匂いみたいな。あー、なるほど。そう、感じで、よく聞かれてたんですけど、はいはい、これです。これが私の匂い。はい。めっちゃいい匂いですよ。そう、これ。みんな家族みんな大好き。以上、はやじゃん。お？豆乳イソフラボン。え、これこの間なんかで下地買ってたよ。買ったんだけど、あのね、美白のコーナーみたいな、うん、豆乳イソフラボンの下地もあるし、うん、オールインワンのクリームもあったし、化粧水もあったし、へぇ、で、またこれ下地なんですけど、いいね。私最近めっちゃ、今日も使ったのが、はいはい、これがめっちゃ良くて、うん、これはあの、この肌色みたいな、うん、あ、白だ、白、こっちは白なんですよ。はい、あ、伸びがすごいね、あの柔らかい、何、テクスチャーっていうの、伸びる伸びる、綺麗だね。あ、でもあのカバー力はこっちの元々の方があるかも。あ、いいね、 いいよね、今日のやついいよ、ツヤっぽい、おすすめです。はい、じゃあルイカさんに、なんかハリボーのなんかキャンディー、おいしそう、すごい硬いんだよね。え、プリマベーラです。喜びます、ルイカさん。で、こちらみんなに味調べ。これは保育園の時におやつの時間で、よかったね。そう、それがめっちゃ好きで、はい、周りの粉が好き。あ、次で、これはねーねに叩き上げる。次これ自分に、はい、堅揚げポテト。なんかすごいおしゃれになってたから買っちゃった。次これめっちゃ美味しい。前もルイカとドンキの購入品で、あ、買ってた。で、これ食べたらめっちゃ美味しくて、しかも思った以上に量があった。うん、あ、そう。そう。あれだよね、ナルトガンパンマンなんだよね。そうそうそう。次ー。はい。で、これ。ピンク？珍しい。え、違う。なんか可愛かったから買っちゃった。可愛い。あのレジにあって、はい、もうとりあえず入れちゃえって。衝動買いってやつですね。そう、しちゃった。めっちゃプルプル。次。次はじゃーん、海ぶどう。海ぶどうあった。そう、あ、パパ喜ぶじゃん、海ぶどう。パパが、え、よく見つけたねって言ってた。沖縄の時に食べて、めっちゃ美味しくて、うんうん、お土産で買ってって、うん、はい、後で食べましょう。はい、じゃあラストです。はい、ふちゃん、パパの、パパのなんか、後ろからついてきたら、うん、パパ欲しいな、欲しいな、みたいなことできたので想像すると面白い。やっぱ昔からこれ激推し、うん、蜂蜜のやつとか使ったりしてるじゃん、みんな。はいはいはい。だけどパパが、そんなんじゃなくてこっちの方がいい、うん、そうそうそう、こっち、スースーするのこっちの方がいい、絶対こっちっていう、すごい、これが一番っていう。そうです、終了終了。長い間お付き合いどうもありがとうございました。じゃあお気に入り、はい、お気に入りね、いくよ、せーの、じゃん。はい、ザセムのハイライト、すごい自然で良かった。みなみさんはホワイトミストのハイアミスト、ボディミスト、うん、です。はい、皆さん気になった商品ありましたか？はい、皆さんも行ってみてください。はい、じゃあネイレとルイカにも後で渡していただきます。はい、せーの、最後までくれてありがとうございました。バイバーイ。